皆さんこんこにちは今回はボーリングシューズのソールパーツのお話になりますこのソールパーツは前使っていた靴違うメーカーの場合でも置いておけばまた使えることがありますので靴を 新しく買い替えたからといって破棄する必要はございません前の残りのパーツは全て使えるものは置いておきましょうではこの前僕は ABS の靴を使っていたんですけども今回は今はデ,ィク,ディクスターをサンブリッジのディクスターを使っています 今はディクスターの正規のソールパーツがスライドパーツがついていますがこれを外すことによってよいしょ。 で前のこの ABS のやつをだいたいでいいのでこういう風につけるとこれで使えますなのでメーカーが違うからといって破棄する必要はございませんもったいないのですので置いておいてどこかのボーリング場で 役に立つことがあるかもしれないのでぜひそういった時に使いましょう今回は最後までご視聴どうもありがとうございましたまた次回も投稿するのでぜひお楽しみにくださいボーリングが大好きな方や旅行やその他のジャンルなどでお菓子などいろいろな ジャンルで動画を投稿していますので、もしよかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。